作る時のコツはギミックを何個作ることから計画することです。役割分担とみんなの協力で最強のチームが出来上がります。耳での攻撃は相手を狙うんじゃない、当たるんだという気持ちで撃つんだ。コマンドは英語を使ってますが難しくはありません。英語がわからないからできませんと言い訳したらダメ。中学生から高校生から大人になって覚えるんですか。じゃあいつやるの。今でしょう。今日のテーマはこちら。 PVP 勢必見、 PVP で役に立つ裏技バックダッシュについてです。どうもドライトです。今回はダッシュをするときに後ろ移動でもダッシュができるバックダッシュについて紹介いたします。こちらの技はもしかしたらバグの可能性があり、今後修正される可能性もあります。こちらの裏技はツイッターのリプでカサララフフジコさんからの情報です。ありがとうございます。まずはバックダッシュの方法について紹介いたします。これはかなり難しいのですが、前進の時にダッシュをしますが、ダッシュをしている時に素早く後退のボタンを押すと、このようにダッシュの速度で後退をします。これがバックダッシュです。普通は後ろに移動しながらのダッシュはできませんが、前方ダッシュの時にすぐさま後退するとバックダッシュができるようになります。ただ前方ダッシュからの後退をする時にかなりシビアなので、最初は難しいかと思います。慣れるとこのように前方ダッシュをほぼせずにバックダッシュができるようになります。 PVP ではかなり役に立つかと思います。スマホ版では見やすく分かりやすいかと思いますので、こちらをご覧ください。このようにかなり素早くやらないとバックダッシュにならないので難しいです。続いてバックダッシュの移動速度の検証をします。前方ダッシュ、ジャンプダッシュ、バックダッシュの速さを競います。だいたいこれくらいの移動距離で試してみます。ということでタイムはこのようになりました。前方ダッシュとバックダッシュの移動速度は変わりはないようです。こちらの方法は本当に PVP で逃げる時にも使えるかもしれませんね。特に特殊サーバーの PVP 系にも役に立ちそうですが、バックダッシュが早いからといって通報はしないでね。以上、統合版マインクラフトで PVP で役に立つ裏技バックダッシュについて紹介いたしました。よかったら皆さんもぜひ試してみてください。かなり難しいですが、慣れたらかなり使えます。ただしバックダッシュはもしかしたら今後修正される可能性もあります。それでは以上で終了いたします。ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いします。